い、皆さんこんにちは、サンディです。今日はですね、いろんな人に試してみてって言われていたファンデーション、そう、ケイトのファンデーションをオイルテストしていきたいと思います。では始めましょう。はい、皆さん、ですね、もうこの動画はもう始まっていました。そうです。ちょっと時間は経っていますけども、今多分そろそろ3時間ぐらいつけて、3時間2時間ぐらいかな経っていまして、この動画を撮っています。今日はですね、ちょっといつもと違う環境で今撮っているんですけども、今日は結構お出かけしたりしていくので、でしかも今日すごく暑いので、ちょうどいい日だなと思ってこの動画を撮っています。で、ですね、この、ケイトのファンデーションですけども、結構前にもう発売されたものだったんですが、で私も注目していたんですが、その時は結構ね、こういろんなファンデーションを結構買ってしまって、ちょっと一時期ファンデーションを買うのやめようと思って、で今またファンデーションいろいろ新しいもの出たりとか、いろいろ試したいし、季節が変わったっていうのもあるんですけど、その時はその時でちゃんとしたその時にあったファンデーションがあって満足していたから、まあこれ以上いらないかなと思ってたんですけど、今夏が始まって本当に暑くて、なのでそう、これを乗り越える夏用のファンデーションが欲しいなと思って、今いろいろ試しています。で、まあいろんな人にですね、ちょっとケイト試してみてって言われて、で実際にレビューをしてみてくださいっていう意見もあったので、っていうのと、あと自分も気になっていたので、やっとねゲットできたので、OL テストしています。で、ケイトなんですけども、つけていく中で思ったのが、まあ店頭の時にちょっと色を選ぶのがちょっと迷いました。正直迷いました。一番明るい色はしなかったです、今回は。なんでかっていうと、白すぎたんですよ。なので本当の色白の人には多分その色はすごく合うのかもしれないです。ただ私が迷ったのが、その1番と2番かな、一番明るいのが00だったと思うんですけど、1と2でちょっと迷ってて、店頭で見るとやっぱ照明、そこのお店の照明だったりとか、そういう関係でちゃんと見れないっていうのがあったんですけども、まあ2と3が一緒なんですよ、基準の色になっているんですけども、1がやや明るめ肌って書いてあったので、確かなのでそれにしたんですけど、今回は。で、お店でちょっとここら辺ね、つけて首との差とかを見たんですけど、でそこでちょっと迷いがあって、でも、まあ暗いよりは明るい方がいいかなと思って01番にしたんですけども、まあそれが正解でした。全然首との差がないし、変な感じじゃないので良かったです。はい。で、そう、そんな感じですかね。で、私的にですね、このファンデーションは、カバー力はぶっちゃけ普通よりちょっと低いかな。なんだろう、すごいフルカバーっていう感じで売られているし、コンシーラーがいらないとかだったから、すごく期待はしていたんですけども、これ今この状態はこの、確かチャコットの、ルースパウダーをね、で閉じているので、だからすごくいい感じに映ってるんですけど、実際見た時に、一塗りした時に、しかも結構だいぶ量を使った塗り方をしたんですけども、それでもなんだろう、フルって感じではないかなと思います。なんかここ最近使ってるファンデーションはみんなフルカバーではない感じです。なので、まあそれは
なんだろう、みんながみんなフルカバーを求めているわけではないからかもしれないけど、でも私からしたらやっぱフルがいいなと思って、でもまあうん、フェイスパウダー塗ればいい感じのカバーが出るっていうのはあります。なのでまあそこのとこはちょっと自分が期待しすぎたかなと思ったんだけど、まあ多分肌が綺麗な人からしたらいいかもしれないです。あとはこうつけた感、なんかすごい厚塗り感出したくない人とかからしたらいいかもしれないです。でテクスチャーなんですけども、テクスチャーは結構なんかこうなんだろう、ちょっと触った時にビヨーンってなってる感じだったので、こうとろみがあるってわけじゃないんだけど、なんか他のファンデーションとちょっと違うな、ちょっとなんかこうなんだろう、すごいクリームよりとすごいみずみずしい感じで、私はいつもこう見ているんですけど他のファンデーションって、その間でなんかこうとろみがあるような感じですね。なのでまあつけた感じは重くはないです、重くないと思う。パウダーしたら結構重く感じちゃうけど、それもパウダー、どんなパウダーを使うかによるけど、でもまあ、そんなに重く感じるファンデーションではないかなと思います。そんな感じでね、今もう11時45分になったところです。なのでもうすぐ2時間になります。今の状況だと、まだ外に出てなくて、結構まあ室内で涼しい環境にいるのでそんなに汗かくことはないんですけども、これから外に出て運転もするの でしかも多分今車がもうすごい暑いことになっていると思います。なので、多少汗かいたりとか暑く感じる環境に行くので多少崩れてくるかなとは思うんですけども、で、今の時点では全然崩れてないです。全然綺麗な状態です。これは多分どこのね、ファンデーションでも同じだと思います。そんな感じで、またそうですね、12時になるんで次は3時間後ぐらいに見せていきたいと思います。はーい、もう5時ですけどもこんな感じです。見た感じですけどこの小鼻のここの部分がちょっとね、こっちもがちょっと崩れたかなと思います。で、あとは顎のここのちょっとした部分もちょっと崩れててっていう感じです。そんなになんかすごく崩れた感じはしなくて、まだファンデーションがまだここにあるかなとは思うんだけど、で、脂っこさはちょっと出てる。もうこうアップするとすごい分かりやすいんですけど、こここんな感じですかね。はい、じゃああと3時間見たいと思います。はい、で今この時間帯です。で5時の時点では一応ちょっとはパウダーしたんですけど、で今見るともうすごい取れてます。はい、でしかも結構汚い取れ方っていうか、ここがねすごい溜まってたっていうのもあったんだけど、もう結構素肌が見えててこんな感じです。なのでまあ長持ちはしないかなと思います。なのでそうですね、半日ぐらいは持つかなっていう感じです。はい、こんな感じで今回のオイルテスト終わります。もしよかったらチャンネル登録お願いします。そしてライクお願いします。でまた、国内の、メーカーでおすすめのファンデーションがもしあったらぜひコメント欄にお願いします。そしたらねまたオイルテストをしたいなと思っています。それではまたねー。